植えた花に合った水の分量を考えて、それを毎日ちゃんと…かげろう、聞いてる？おう、バッチリよ。俺が愛するつぐみちゃんの言葉を聞き漏らしたことなんかねえだろ。わかった。でも、ちゃんと実践してくれないと絶交だから。わかってるよ、かげろう様に任しとけって。つぐみとよく話しているわね。彼女はデートに誘わないの？おや、焼いてるのかな。ふっふっふっ、俺様モテ期到来、2000年ぶりぐらいに。だんだん分かってきたわ。もしかしてかげろう、つぐみや私に娘さんの？あ、そうだ、かさね、ちょっと野暮用に付き合ってくれよ。今話題をそらしたわよね。いい女はそういうこと突っ込まないの。昔使ってた隠れ家を片付けに来てんだわ。隠れ家ってもしかして渡月の？ああ、ここらで工作任務をやってた時に潜伏場所として使ってた場所だ。渡月の内部情報やら極秘データやらがまだ残ってるはずだから、どうせなら取ってこようと思ってな。内部情報、それがあれば政府が今後渡月の後始末をするときに役立ちそうね。政府のためってわけじゃねえけど、渡月に関しては俺もやれることをやっときたいんでね。わかったわ、私も手伝う。場所はどこなの？菊千葉だ。それじゃ行こうぜ。Oh, come on. Why I gotta fight and shit? It's bullshit. 隠れ家の位置情報を送るから、そこに向かうぞ。たく、こういう時に限って怪異が出るのな。Fuck you, dude. これで竜王陣の力を貸して。前にここへ来た時、現場で伝って。あなた、この街を幽霊みたいって言ってたわね。こんなこと言ったっけな。じゃないわ。ちょっと自分と重ねちゃって。決めるわ、終わりに。取り残されたサリスの通貨は、なんだか感傷っていうか。ほら、先へどうぞ。私がやる。今まで行きたい。危な。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。一瞬連心。
切ってきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。やるじゃねえの。厳しい。いける。もっと力を。本気で。挟み撃つよ。私がやる。罪に。やるじゃねえの。逃がすと思う。今の場所が狙いどころみたい。全力の本領発揮だな。甘い。目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。僕の力預けます。どんな敵でも平気。押し切るわよ。一つ残すな。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。決めるわ。終わりに。無駄よ、済みに。なあ、カサネ、この間の話だけどよ。この間？
ほら、水葉川でお前がなんか意味のあることをやれって俺に言っただろ。あれから俺なりにいろいろ考えてみたんだが、さっぱりイメージ湧かねえんだよな。渡月の計画を止めた時点で俺の役目はもう果たしちまった気がしてさ。俺みたいな過去の亡霊はそろそろお役御免で成仏する時期なのかもなって。お役御免になったのはあくまで昔のあなたでしょ。今ここにいる陽炎はまだ必要とされてるわ。なあカサネ、気づいてるかわからねえけど、陽炎なんて人間本当はいないんだぜ。どういう意味？俺は月とか渡月じゃ新ダニエルって名前で呼ばれてた。陽炎団なんてただの偽名だ。言葉の通り存在しない陽炎なんだよ。あなた自身にとってはそうなのかもしれない。でも私たちにとっては違うわ。たとえ本当の名前が何であっても、海抜群で私たちが接してきた陽炎団は亡霊じゃない。それにさっきつぐみと楽しそうに話してたあなたはとても亡霊には見えなかったわよ。つぐみも私たちも昔の誰かさんじゃなくて陽炎を必要としてるのよ。まったく、かさねちゃんってば若いのにいいこと言うよな。お兄さん感動しちゃったぜ。そうだな、誰かに必要とされてるってことは陽炎団もそんなに空っぽじゃねえのかもな。そろそろ昔の自分に始末つけて今のこの時間をちょっと大事にしてみるか。ま、そのためにもまずは古巣の片付けをしなきゃな。隠れ家まであと少しだ。行こうぜ。Just game.
gave me 3 points. You fucking kidding me, man? ようやく着いたな。粗末な部屋だが、まあくつろいでと言いたいとこだが、ちょっと様子がおかしいな。ずいぶん散らかってるわね。荒らされたってこと？そうらしいな。ちょっと中を見てくるから待っててくれ。ダメだ、データも何もかも持ち去られたりぶっ壊されてやがる。十中八九渡月の連中だろうな。俺が裏切ったと気づいた時にお片付けしていったんだろう。ま、そんなこったろうとは思ってたけどよ。予想してたならどうしてわざわざここまで来たの？ん？まあな、実は確認がてらここに置きっぱなしにしてた私物を取りに来たんだが。何か見つけたの？それは写真？破れてしまってるけど。ああまあな、昔の写真さ。昔ってもしかして家族の写真だったとか？他の切れ端も見つければ合成して復元できるかも。いやいいんだ、別に写真はこれ一枚ってわけでもねえからよ。でも大事にしていたんでしょ？形がなくなっても残るものはあるさ。お前もこないだ言ってただろ、大事なものを失ったからこそ生きなきゃならないって。俺もいい加減先に進む時ってことなんだろう。いつまでもくよくよ引きずってちゃあいつらにもさっさと子離れしろって怒られそうだしな。そう、分かったわ。カゲロウがそれでいいなら。ああ、それでいいんだ。カサネ、今日は付き合ってもらってありがとな。お前のおかげでいろいろと気づかせてもらったよ。先に進むと言ってたけど、これからどうしていくつもりなの？まずは過去にケリをつける。渡月に関わってきた人間として、ベイブだけじゃなくカレンのことも、自分たちが引き起こした全ての結末を見届けなきゃな。それでやっと俺も過去に区切りをつけられる。それが終わったら？その後は新しい人生のことを考えてみるさ。どう生きるか、何ができるか、いろいろとな。いいんじゃない、それで。この間より格好悪くはないと思うわ。おやおや、カサネ君、大人の魅力に気づいてしまったようだね。カサネが望むならまたデートくらいは。その調子だと新しい人生とやらには当分手が届きそうにないわね。どういう意味だ？あなたが言うデートって、要するに成長した娘とデートする父親の疑似体験なんでしょ？参ったね。どうも前から言ってるだろう、そういうのは口に出すだけ野暮だって。年がいもなく若い子をデートに誘う痛いおっさん、
ってことでいいじゃねえか。わかったわ、カゲロウおじさん。あ、やっぱお兄さんね。俺の繊細なガラスのハートが壊れそうだから。結局いつも通りのカゲロウね。ま、それでいいのかもしれないわ。Fuck out of here. カサネ、例の渡月の残党から連絡が来たの。冷えの山中のある座標に行けと指示されたわ。おびき出して情報を探ってみるつもりよ。一緒に来てもらってもいいかしら。ええ、もちろん。でも私たち二人なら、おびき出したらそのまま倒して捕まえる方が手っ取り早いんじゃない？それは向こうの出方次第ね。まずは指示された場所へ行って姿を現すのを待ちましょう。分かったわ。日枝野さんに向かいましょう。Getting level 6. Well, 6 Bond episodes better be worth it. Cause if not.Oh, damn. 指示された座標はもう少し先よ。このまま進みましょう。強化、まだ不安を感じている。自分の存在が焼き尽くすわよ。信じてるわ、カサネ。俺たち二人なら、あとは任せて。カサネのおかげで少しは和らいだけれど、でも今はやるべきことに集中しましょう。Thank you.
てしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。集中。逃げ場はないわ。
罪に持った力を立て直さないと。危なかったわ。使うなら今。私のフィールドで潰してあげるわ。どこまでも追いかけて殺してあげる。飛んでみましょうか。続けていく。宣戦成功ね。敵は全く気づいてなかったわ。続けていく。なかなかいいものが手に入ったわよ。決めるわ、ゼミン。痛い。
これで終わりみたいね。いいえ、まだよ。そこにいるのは分かっているわ。こっちに出てきたらどう？デザインチルドレン。くっ、捕まえる準備ができていなければわざわざ声をかけたりしないわ。さて、それじゃあ話を聞かせてもらいましょうか。どうやらここに来ているのはあなた一人みたいね。その顔、強化と同じ。予想していたことではあるけど、やっぱりあなたもデザインチルドレンの一人なのね。言っておくけど、たとえポープ博士の脳科学技術でもベイブのデータ復旧は不可能よ。無駄骨だったわね。占領だな。どういう意味？この状況で強気に出るのは得策ではないと思うけれど。必要なのは技術や知識ではない。お前の脳そのものだ。ポープ博士の記憶を持つただ一つの脳。そういうこと。私の脳を使って新しいベイブを建造するつもりだったのね。え？ベイブはあらゆる事態を想定し対処するための無数の計画を用意していた。今の状況もその一つに過ぎない。本体の機能が損なわれた場合はスペアを使用する。我々トゲツはその計画を忠実に遂行するだけだ。あなたをかわいそうに思うわ。もう命令する者もいないのに、他に生き方も知らず、行く場所もなく、与えられた命令をただ実行することしかできなかったのね。かわいそうなのは自分の方だろ。何ですって？崇高な目的に従っている限り、私は迷いも不安もなく常に幸福なまま生きていられる。それに比べてお前はどうだ？目的を失い、存在価値を失い、不安に怯えて毎日を生きるしかない。私たちの話を聞いていたの？聞かずともわかる。私とお前は同じ価値のない命だ。ただトゲツだけが我々に価値を与えてくれる。違うわ、それは。私は強化、危ない。強化とあなたは同じじゃない。あなたはただの操り人形よ。不安や迷いなら私にだってあるわ。だけどあなたみたいにただ利用されて生きるくらいなら、不安を抱えながらでも自分の足で生きる方がずっと価値があるに決まってる。重ね、ザレ事を重ねようとお前の本質は変わらない。お前自身が一番よく知っているはずだ。そうね、分かっているわ。私はきっとこれからも不安に怯えて震えながら生きていくんでしょう。でもそれでいいの。重ねのおかげで気づけたわ。この不安は私が操り糸を断ち切った証なのね。私はもう自分の足で歩き出した。ポープ博士の記憶があろうとなかろうと、私は私なの。自らの意志で未来を選んだ時から、私は強化という一人の人間になったんだわ。彼女の身柄はスオーの叱るべき相手に引き渡したわ。トゲツ残党のことは政府に任せましょう。さて、これでやっと心配事が一つ片付いたわね。強化、気分はどう？私はやっぱり不安ね。でも嫌な気分ではないわ。この不安も私の一部だって分かったから。重ね、
この間の占い師のこと覚えている？長い列に並んだことなら覚えているわ。あんな風に占いが繁盛するのはきっと誰でも未来への不安があるからなんでしょうね。そういうものなのかしら？そういうものなのよ。不安と付き合いながらみんな少しずつ前に進んでいくんだわ。さあ、私も自分の未来を占ってもらわなくちゃ。今度こそ一緒に行きましょうね。つまりまたあの長い列に並ぶのね。でも杏花が元気になってよかったわ。嵐といろいろ話してみるのもいいかもしれない。ああ、カサネ、ちょうどいいや。よかったらこれから菊池場に行かないか？菊池場に？何をしに行くの？ちょっと話したいことがあるんだ。この間水葉川に行った時みたいに場所を変えて話せないかと思って。わかったわ。でもお弁当は作らなくていいから。また時間がかかるでしょうし、さあ早く行きましょう。ああ。うん、わかった。じゃあ菊池場に向かおう。なんだかお弁当を作りたかったみたいな顔ね。なあ、カサネ、前に二人でここに来た時のこと覚えてるか？あれから随分いろいろあったよな。前っていつのこと？ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。カサネが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえばそんなこともあったわね。お姉ちゃんのためにユイトに会って、瀬戸さんのために万年筆を。もう二人ともいないなんて。あの頃は自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。
そうだな。もしもーし、ちょっとお邪魔するわよ。そのあたりに大きな怪異の群れを2つ確認したわ。かなりの数よ。このあたりじゃちょっと見ない規模かも。2人なら問題ないとは思うけど、一応気をつけてね。了解したわ。どうする、ユイト。二手に分かれよう。その方が早く済む。分かったわ。じゃあ私はこちら側を。ある程度撃破したら連絡するわね。ああ、お互い気をつけていこう。思ったより数が多いわね。ユイト、そっちの戦況はどう？ね、どうしたの？ユイト、よく聞こえないわ。ユイト、ハルカ、何が起きているかわかる？どちらも応答なし。通信障害だわ。サスまで使えなくなるなんて初めてね。なんとか切り抜けないと。囲まれたわね。でも私一人で片付けてみせる。Man, they eat the potatoes. Oh, oh, that's cool. まさか、こんな急に通信障害が起きるなんて。二手に向かれたのは迂闊だったかしら。この調子なら問題なく終わらせられそうね。ユイトの方は大丈夫かしら。無用な心配です。ユイトなら大丈夫。続けて、そう信じられるから。不思議な気持ちで信じるなんて、そんな風に思えるのはお姉ちゃんだけだったのに。逃がすと思う。離れていても声が聞けなくてもはっきり感じる。ユイトもどこかで戦ってる。私を信じてくれている。だから大丈夫。後ろは振り返れない。私は私の戦いをする。まだよ。潰してあげるわ。
ゴミ虫は駆除しなきゃね。さあどう？我が気も終わりよ。Shitting me, I dodged. It's because I know people on my team and I gotta fight everybody else. This shit's pissing me off. For real. Can't fucking use brain field if there's no brain drive, you dumb fuck. Shut the fuck up talking to me right now. やるしかないわね。やってみせる。なんだか頭の霧が晴れた気分よ。
Wait until my brain is gonna come back then. Fuck it. まだサスは使えないわね。まだ足りない。最後の一撃はユイトの呼吸を見てタイミングを合わせる。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。
ここからだとニューヒムカがよく見えるな。それで私に話したいことっていうのは？一度カサネに聞いてみたかったんだ。この戦いが終わったらどうするのかって。戦いが終わったら？難しい質問ね。ユイトは何か考えているの？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね。スオーでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど。今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはさすだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。そうね、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち。そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。
話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。そう、お姉ちゃんにずっと守ってもらってたから、今度は私が誰かを守る側になる。カサネはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。いけるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん、寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ。これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え？これ競争なのか？カサネは負けず嫌いだな。Fuck yeah.